ギガ連射。さあ、やっていきましょう。今日やっていくのはこちら、スモークのドラッグレースです。ね、この、荒々しいタイトル画面と、この文字のロゴとは裏腹に、非常に単調でシンプルなゲームなんです。やってました、さっきまで。録画失敗して、5位までは上り詰めたんだけど。上り詰めちゃった。1時間ぐらいやってたの。全部音がちょっと、音の具合が悪くて、取り直しました。まずはね、あらすじから見ていきましょうか。ぺーん。笑ってるのか泣いてるのかさっぱりわからないが、最近、ローネの尻に敷かれつつあるという噂の脅威の無表情キャラスモーク。ドラッグレースに参加して、ワイルドさを再アピールだ。テクノアイランドの地下にあるテクノ地下サーキットでテクノアイランドオリジナルのドラッグレースに参加しよう。画面を回すドラッグし、障害物をかわしながらゴールを目指すぞ。たまにあるツナ缶を取れば一定時間障害物をすり抜けられるぞという、そういうことです。わかるかこの説明で。でもやっていく。厳しいね。正直。ベストのスコアの170っていうのは非常に時間をかけて取ったスコアなんで、これを超えるっていうのはかなり厳しいんじゃないかと思いますけど、まあまあ見せていきましょうか。どんなもんかをね、こう画面を引っ張って前に進んでいきます。ただ引っ張る面積はあんまり広くないです。この数字の出てるところから画面下ぐらいまでこう引っ張っていくって感じだね。ただこのタイヤに当たるとゲームオーバー。そしてタイヤ以外にもいろんなギミックがある。タイヤ以外にもいろんなギミックがある。それはこのオイル。オイル滑ると滑って一定時間無敵を得られる。そしてこのホタテ。ホタテを取るとホタテも一定時間無敵を得られる。で、目的はゴールすることなんですけども、ゴールが結構遠いですね。結構遠いでしょ。急いでこんなもんよ。割とね、最初解説して急いでこんなもんで、ランキング、はい、 170D 入ってますね。どうなんだこれはって。300秒じゃないんだ。 170D だね。 300Dと比べて 170D だから 130D ではゴールしてるんでしょうけど、上位者、最上位者のこのライブジュピターね、すごいよ。このスコアは100秒以内にクリアしている。他の他の追随を許してないよね。怖このゲーム怖いよ。ということでやっていきます。まあ大体ね、見せたかな。 2、3回は失敗するところを見せてハイスコア撮ったぞっていう動画を上げたいんですけど、いやー厳しいと思うなね。急げばぶつかるし、ゆっくり行けばハイスコアに乗らないし、こんなにシンプルなのに割と熱くなるけど、万人受けするかと言われたら、いやー、まあ万人受けはしないだろうなとは思うけどね。やっていきましょう。なんとかね、ハイスコアを超えたい。せめてハイスコアを超えたい。自己ベストは超えたい。ハイスコアを超えるおかしいな。自己ベスト新記録を取りたい。まあ、自己ベストに乗るってことは、要は、まあ、ほぼほぼ表彰台入りするんだけどね。あ、これ、ちょっと今いいペースだったよ。この BGM が非常にね、バーチャロンっぽい。それがいい。飽きないわ。人は成長するものだということ。さあやっていこう。もうクリアだ。クリアしかもう見えてない。もうかれこれ2時間以上このゲームを繰り返しやり続けてるからね。動画にしようと思う人たちは気をつけた方がいい、このゲーム。中毒性というか。自己ベストを超えるっていうのは非常に難しいし、ましてや表彰台王や。よし、やった。これでいける。これでゴールじゃん。4位。表彰台には届かなかったけど、自己ベストは更新しました。ふう。
ここまでにしようかな。172。まあ、よう走ったな。3位、表彰台には乗ってないけど、まあこれなら多少男を挙げたと言ってもいいんじゃないでしょうか。ちょっとここはちょっと厳しいな。今のこの2時間走り通して疲労困憊の状況で178はちょっといける気がしない。2時間、3時間、4時間やっても、無理かな。まあ今頑張りました。皆さんもね、やってみてください。結構シンプルな割にはハイスコアを狙い出すと熱くなる感じのゲームなんで、まあ面白くなさそうに見えて結構面白いって感じだったね。ってことで、クターの、違う、スモークのドラッグレースでした。また別のクターのゲームで会いましょう。ほんなまた。